楽しみですよ、今日は何を買えるかなと思って。伊東市で人気の移動スーパー豊香号、クリームパン。市内には坂が多く、最寄りのスーパーまで車で30分以上かかる場所もあり、買い物難民にとって救世主。しかし人気の理由は商品を届けてくれるからだけではないようで。食べ過ぎになる。で、おせんべいは？こんな若い人と手をつないで。嬉しいこと。こちらは店主の土屋さん。この人がすごかった。まだ暗い早朝3時半から働き始め、休むことなく何かの準備。ちょっとマジでやばいかもしれない。さらに思わぬ事件まで。なんか家にいないんだよね。玄関は開いてるの。これも一番心配なんですよね。今日のエブリィ静岡特集は、伊東市のちょっと個性的な移動スーパーに密着。なぜか人々が待ちわびる大人気の秘密に迫りました。豊香号を運営するのは土屋義孝さん40歳。去年10月、たった一人でこの移動スーパーを始めました。伊東市には車がなければ不便な地域も多く、一人では買い物に行けない高齢者などのもとへ食料品を届けます。野菜や卵、お菓子など350種類もの商品が所狭しと並んでいます。野菜はもやし、小松菜、レタス、ネギ、ピーマン。よいしょ、はい、買い物はまるで宝探しのよう。さらにお客さんをワクワクさせるお楽しみがあります。楽しみですよ、今日は何を買えるかなと思って。これは豚肉とほうれん草ともやしと卵で、ごま油と塩コショウと醤油のシンプルな味付け。実は多くのお客さんのお目当てはハンバーグから丼まで日替わりで登場する本格的なお惣菜。値段も150円から350円とかなり良心的です。味はもう、いいですよ。薄味でね、我々年寄りにはいいと思います。この日は豊香号の一番のファンだというお客さんのもとへ。なんかペトペト？大丈夫。大丈夫？はい。ゆっくりでいいからね。はい。はい、渡辺澄子さん、82歳。スーパーから車でも15分かかる場所に一人で暮らしています。楽しみにしてます、いつも。生きがいだもんね。そう。美味しいんですもの。焼肉丼ぶりが美味しいんですよ。ああ、今日はもうゆっくり見てから決めた方がいい。まあ、いっぱいあるから。このお寿司もいただきます。この日は待ちに待ったお惣菜を5個も購入。しかしお楽しみはそれだけではありません。行く？行く？一緒に。まあすみません。どっちがいい？こっちがいい。まあすみません。一緒。若い人と手をつないで。嬉しいこと。ゆっくりでいいよ。いつも土屋さんが玄関まで手をつないで送ってくれるのです。すみませんね。よいしょ。ここまででいい？なんか置いとく。まだ、はい、すみません。はい、もうお昼ってご惣菜だけでなく土屋さんとの触れ合いも渡辺さんにとって大きな楽しみで、元気の源となっています。お昼ご飯は買ったばかりの海鮮ちらし丼。美味しい。お魚がいっぱい入ってる。2キロも太ったんです。土屋さんが来られるようになってから。あの方とってもいい方なんですよね。人柄の
で、なんか元気をいただけるような気がして。土屋さんと豊号は美味しいお惣菜と一緒に笑顔も届けているようです。しかし土屋さんの仕事はただ商品を運んで売るだけではありません。おはようございます。午前3時半土屋さんの一日が始まります。辺りもまだ暗い中、車で30分かけ向かったのは伊東市の漁港。おはようございます。わらさが、じゃあわらさもらいます。わかるよ、わらさ。これもらってって、はい、実は土屋さん、漁から戻ってくる船の元へ行き、取れたての魚を市場に出される前に売ってもらっているのです。こうやって浜売りだと好きな魚を好きなだけ、そして自分の好きなように仕上げて持って帰れるんで。続いて向かったのは青果市場。こちらでも自分の目で見て野菜を仕入れていきます。土屋さんは商品を運んで売るだけでなく、仕入れるところから全て自分でやっているのです。しかしそれだけではありません。市場から戻った土屋さんが休む間もなく始めたのが、これで何人前ぐらい、半身で20人前ぐらい取れればいいかな。なんとあの人気のお惣菜も全て土屋さんが一人で手作りしていたのです。大手ファミリーレストランなどで店長を務めた経験があり、調理師の免許も持つ土屋さん。その日に仕入れたものからその場でメニューを考え、手際よく調理を進めていきます。買い物行けないお客さんが何困ってるかって言ったら、買い物行けないだけじゃなくて立ってることが辛いとか、台所に立つのがしんどいっていう声を聞いて、だったら俺が作ろうよって思いました。ちょっとデブが作ってるんで、どうしても量が多くなってしまうところはあるんですけど。全ての作業をたった一人で行っているため、常に時間との戦い。いつも厨房はてんてこまいです。結構盛り付け今日時間かかりそうですね。張り切って作りすぎた感じが。今何時でしたっけ。8時です。ちょっとマジでやばいかもしれない。休む間もなく調理を続けること5時間。ポテトサラダやアジの南蛮漬け、桜エビの焼きそばなど、なんと10種類150人前も一人で作り上げました。早朝の港で仕入れたワラサは光り輝く海鮮ちらし丼に。そして午前10時半、商品を車に積み込み、すぐさま移動販売へ出発です。ホワイトソースのハンバーグです。これ味付いてるんで、うんうん、もし足んなかったら醤油ちょっと、はい、多分大丈夫だと思います。土屋さんが豊か号を始めたきっかけ、それは小学校6年生の頃に母親を病気で亡くし、父親も仕事で単身赴任となり、弟と2人だけで過ごした経験があったからだといいます。まあ、お腹はね当然いっぱいになるんですけど、心はねなんか満たされなかったっていうのが一つ自分自身の体験であって、今の高齢者たちっていうのもお金と時間はあるけども自分の好きなもの食べられないとか、少しずつ作るのが大変だとか、そういうところがあって、皆さんの生活と心を両方とも豊かにできたらいいなという思いでこの豊か号を始めましたね。生活も心も豊かに、そんな思いから名前も豊か号に。開業から半年、今では豊か号と土屋さんを待つお客さんがたくさんいます。
この日は白い杖をついた女性がやってきました。手羽元と大根の、 あの卵入ってる煮物。あ、それにする。それにする、うん、はい、目が見えないでそうやってね。これでじゃあいいかな、はい、ちらし寿司と肉じゃがと、はい、南蛮漬けと鶏と手羽の煮物、はい、あとポテトサラダ。食べ過ぎになる。また太るわ。おせんべいは目が悪いんで、あれですよって説明してもらいながら買わせてもらってるんで、ありがたいんですよ。もう助かってますよ本当に。あの、歩けなくなってから下までもスーパーまでも歩けないですからね。こちらにも豊か号と土屋さんを来るのを心待ちにしている女性が。楽しみにしてるんですか。楽しみにしてるんです。なんといつも到着予定時刻の15分前から待っているといいます。何時から待ってた。いつからいた。疲れたよなくてね。違う、何時からいた。結構前から来てた。うん、今来たわ。うん、よかったよかった。今ちょっと前に卵だけね。卵ね、オッケーオッケー、あるある。卵1個、いくらこれ、うん、300円。うん、そうなったね、卵もね。うん、なった ね、 ね、安くなんないね、まだ450円。4、5、6、700で。ありがとうね、はい。買い物時間はわずか10分ほど。しかしこの女性にとっては一日の中でこの時間がとても楽しみで大切なイベントとなっているのです。ほのぼのとした触れ合いばかりではありません。この日はまさかの大事件が発生。こんにちは。こんにちは。いつも必ず来るというお客さんが予定の時間になっても現れないのです。これも一番心配なんですよ。なんか家にいないんだよね。玄関は開いてるの。移動販売のことも忘れ必死で探し回ります。すると寝てるな。寝てた。焦ったわ。一応ね、安否確認も仕事の一つなんで。今寝てたとこ。うん、よかった。ちょっと心配だったからさ、テレビ映っても大丈夫。いやー、ほんと土屋さんの心配を知ってか知らずか、いつも通り元気にお買い物。いい気持ちで寝てたのね。いいよね。はい。すいません。ありがとうね。またね。またね。はい、じゃあおやすみなさい。お願いします。はい。いやー、よかったよかった。あの人に喜んでもらうためにはどうやってどうしたらいいんだろうって考えてるのも楽しいし、でただ単に雑談するのも楽しいし、私以上に仕事を楽しんでやってる人ってこの世にいないと思うぐらいの気持ちで今やってます。今日も土屋さんの移動スーパー豊か号を多くの人たちが待ちわびています。食べもあるんだけど、顔見たらやっぱり書いてるね。もう人柄、感じがいいでしょ。なんか苦情があったら言えない。あったのかないよ。